おわお。 You are my soul soul いつもすぐそばにある、譲れないよ誰も邪魔できない。体中に風を集めて巻き起こせ嵐嵐 4D。 今日もテレビで時代を極めるソース、僕らはスーパーボーイ We are cool。 嫌なことあってもどっかでカッコつけ、やるだけやるけどいいでしょ、夢だけ持たっていいでしょ。 わおわお。 You are my soul soul いつもすぐそばにある、譲れないよ誰も邪魔できない。体中に風を集めて巻き起こせ嵐嵐 4D。 今日もテレビで言っちゃってる悲惨な。はい、という感じでですね、踊ってみました。どうでしょうか、なんかどう思われたでしょうか。はい、僕らにね、真剣に、ちょっと真面目に踊らせていただきました。それではですね、動画の方を見ながら解説していこうかなと思いますのでね、はい、皆さんそのまま見ていただけると助かります。それでは。はい、じゃあね、こういう感じで、じゃあ今日は踊りながらレクチャーしていこうかなと思います。ゆっくりやるので、まあ、さっきの踊りと見比べながらですね、一緒にやってみたりしてください。はい、では最初の方、やっていきます。この開くところからいきましょうか。開いて、この時はしっかり、僕のポイントなんですけど、ここは割としっかり肩幅くらい、女性の方とか結構その足のスタンスこう狭かったりとか、こうつま先内側向いちゃう方が多いので、しっかりちょっとつま先の向きは外側にで、肩幅くらいにこうしっかり取りましょう。で、手はこうなるともったいないので、脇をしっかりこうボール1個分くらいスペース向けてしっかりポジング取りましょう。堂々と。そして、このまま下に落とします。下に落とすときに膝を内側に入れましょう。こうですね。はい、ですね、ここは、しっかり下に体重を落とすんですけども、膝を内側に入れましょう。ここちょっときついですけど、一瞬なので我慢してください。はい、いきます。そしたらファンシセブンエイトで、あります。ここのリズムがちょっと複雑なんですけど、一緒にちょっとカウントいきましょう。カウントですね。1、2、3、4、5、6、7、8ですか。8拍、8拍、8拍しっかり打ってくださいね。はい、5からいきます。5から数えますね。せーの、5、6、7、8で、上に上げたときに足も一緒に、次の足の準備をします。はい、ここまでにします。5から一緒いきましょう。はい、せーの、5 6 7 8。そしたら左足からつま先を軸にしてドン、そうですね。はい、腕を下に押しながらかかとを内側に入れましょう。1、2で、今度反対、ここを上げてくるときにしっかりリズムに乗って
上げましょう。ここが不規則になってしまうとリズムに乗ることが難しくなってしまうので、ワン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、はい、右手はカウントに合わせて下に向けて、ワン、ツー、スリー、フォーです。ワン、ツー、スリー、フォー、はい、そこで次クロスハンドという技いきます。こちらですね、僕も踊ってみたの動画で、よくやってる振りなんですけども、こういう動きですね、はい、っていう感じですね。はい、やってみましょう。はい、クロスハンドなんですけれども、こちらの動き、ワン、ツー、スリー、フォーですね。まず動きを説明すると、ワン、ツー、スリー、フォー、この腕のクロスですね、ここをしっかりやりましょう。はい、で、ジュエルからバックアップまでつなげます。そこでこの曲の大事なポイント、来ますよ、大事なポイントですから、はい、いきますよ。はい、で、ワン、ツー、スリー、フォー、いつもならこの感じでやるんですけれども、このリズムを裏のリズムで取ります。裏というのはワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、このエンのものです。いいですか。ワン、エン、エンです。エン、エン、セ、ワン、エン、オッケー。はい。いきますよ。せーの。このリズムが、ワン、エン、ツー、エン、スリー。ここ、かなり難易度が高いので、頑張ってみてください。ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー。うん、あー、うん、あーですね。このが、ポイントだと、ワン、ツーでいくのが、一回下に沈む。ワン、エン、ツー、エン。ここポイントですね。一回下に沈んであげて、裏に入れてあげる。ワン、エン、ツー、エン。これがコツなので、まずこのリズム、この動きができるようにしてあげましょう。それより、あとは手をつけてあげるだけなので、ここを一緒にやってあげられるように練習してみてください。ワン、エン、ツー、エンですね。はい、これが1、2、3、4、はい、ここが裏のリズムで取るクロスハンドです、はい、そこからボールチェンジという動きステップを踏みます。トン、一瞬右を入れてあげましょう。一瞬この右足をトントンっていうふうに入れてあげる感じ。ただこれをゆっくりやってしまうとトントンって間に合わないので、ここのスピードはちょっと速くしてください。トントン、トントン。そしたら次はこの足をに合わせて右足を持ってきて、ガク、手はしっかり伸ばしましょう。ここも最初のこのポージングと一緒で手はしっかり伸ばしましょう。そして振ってあげます。この動きなんですけれども、下に沈んで入れてあげましょう。これが横にならないようにしっかり膝を使って振ってあげるといいですね。これが膝を固めてしまってこうやってしまうとなかなか振ってるように見えないので、頑張って動かしてあげましょう、はい、これを伸ばして左、右回ります。左足から回ります。ここまで前半戦、前半部分ですね、通してやってみましょう。ギターの音からワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイト。ここまで前半部分いかがでしょうか。ポイント、前半部分の大事なポイントは、手はしっかり伸ばしましょう。この手はしっかりポージングとして伸ばします。クロスハンドの裏取りのクロスハンド、ワン、エン、ツー、エン、手をつけてやる人が難しい人はまずワン、エン、ツー、エン、この動きから練習しましょう。あとは体をこの振ってあげる動き、こちらもしっかり膝を使って下をくぐって振ってあげましょう。これがこうならないように、横にならないように上下をつけてうまくやって
ってみましょう。はい、ではじゃあ後半部分やっていきましょう。このままつきました。はい、回ってきてついた時にちょっと次の動きに向けて半身にしてあげましょう。だいたい時計の方向で言うと、まあ2時の方向ぐらいでいいかなと思います。はい、そしたら足のステップからまずいきましょう。ジャンプ、軽くジャンプして開く開くからです。開く、閉じる、開く、閉じる。右足が前で、右足を前に出して、やっていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。このステップに合わせてペーシングという動きを入れます。横にパンチする動きですね。こちら多分簡単なので大丈夫だと思うんですけども、こちらも一緒です。この辺、この伸ばし、ちょっと中途半端な感じにならないようにしっかり腕を伸ばしてあげましょう。はい、それをワン、ツー、スリー、フォー。これと足のステップを一緒に合わせます。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー。いいですか。はい、ここまでいきました。そしたらキックステップ言います。キックから足ついて右足を。このステップなんですけども、まず左足から入りましょう。前にキックしましょう。はい、でこの時にあんまりこう下にならない、足の裏が見えるようにしましょう。でこの左足をそのまま地面につけましょう。そしたらこの右足は横側に出してあげます。はい、せーの、ワン、エン、ツー。反対側も一緒です。今度はこの右足を体の方向に引いてきて、前に出ましょう。ついて、反対、左の足を出します。続けてやってみましょう。トントントン、トントン。いかがでしょうか。そしたら、スクービードゥ、こちらも、よく使う動きです。足を、もう一回左足を前に蹴ります。そしたら、この右足、太ももをしっかり上げましょう。そして足を上げる。はい、この動きです。トントン、前に蹴って入れ替えた時に左の足が上がります。この時にしっかり太ももが上がるように、この辺なのでしっかり上げましょう。はい、キックして上げて下ろす。この時に手をつけてあげます。前にキックした時に手を一緒に出してあげましょう。これもさっきやった横に出すやつと一緒です。トントントン、いいですか。はい、ここまでいきましたら、あとは左に顔を向けるんですけれども、ここでワンポイントいきます。顔を横に向けるときにこのまま横に向けるんじゃなくて、一回下を向きましょう。下を向いて、横を向く。戻ってくるときも一緒。顔を下に落として、横を向く。前を向く。この T シャツの首周りの部分、ここを顎でなぞるようなイメージですね。この首の使い方、ダンスでよく使う、ネックロールっていう動きなんですけれども、シンプルにこう向けるんじゃなくて一個落としてあげると、かっこよくできますので、ここ意識してやってみてください。はい、これをスクービーから左向いて戻す。はい、そしたら回すのと同時に左足が前に行きます。右足の横に置きましょう。この時もこの辺じゃなくて、一個、横に出してあげましょう。はい。この3つですね。一番最初の、立った時と一緒です。肩幅に揃えて、しっかり出してあげましょう。から、腕を回す。この時も、しっかり、指先まで形を作りましょう。ここが、せっかく伸びてるのに、手の形が、もちゃっとしてると、もったいないので、しっかり、作って、そして1回溜め込んでしっかり前
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 後半部分の大事な部分としては、まずこのステップとパンチのこの奥に当てた時、ペーシングですね、ペーシングのこの当てた時とステップ、このタイミングが一緒になるように練習してあげてください。なかなかその手の動きと足の動きが違うと、ごちゃごちゃしちゃうパターンってよくあると思うので、ここしっかり慣れも大事なので、いっぱいやってみてください。あとはそのステップの部分ですね、キックステップとスクービール、この部分も、ちょっと慣れないと難しいかなと思うので、軽快にリズムに乗ってできるように、練習してみてください。あとは手の動き、伸ばす動きが多いので、ペーシング、横に置くとき、回すとき、伸ばす動きが多いので、指先までしっかり形を作ってあげるようにしましょう。どうしてもこの辺でナラッとしてしまったり、まず肘が曲がっていたり、ここ伸びていても手首から先がちょっとナラッとしたりすると、なかなかもったいないので、しっかり指先まで形を決めて置く、握る、指先伸ばす、前に出す時も一緒、もったいないですね、しっかり出してあげてください。はい、そんな感じですね。ではですね、前半部分と後半部分合わせてカウントでゆっくりやってみましょう。でギターの部分、1、2、3、4、5、6、7、8、4、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1 and 2 3 4 5 6 7 8 1 You are my soul, soul いつもすぐそばにある、譲れないよ、誰も邪魔できない、体中に風を集めて巻き起こせ嵐、嵐 40 今日もテレビチキソウソウチキソウソウチキソウソウチキソウオウレッツゲロはじける Yeah 素直にグーだからちょいと思うのはブー That's alright それでも時代を極めるそうさ僕らはスーパーボーイ We are cool 嫌なことあってもどっかでカッコつけやるだけやるけどいいでしょ夢だけ持たっていいでしょ You are my soul, soul いつもすぐそばにある、譲れないよ誰も邪魔できない、体中に風を集めて巻き起こせ嵐、嵐 40 今日もテレビで。はい、ということでですね、今回、嵐さんの嵐で、踊ってみて、解説までさせていただきました。まあ、先ほどカウントで、ゆっくりやったものを、練習してみて、カウントでできるようになったら、動画の方をちょっと戻していただいて、最初にやった、曲でやってる僕と、一緒に踊ってみてくれたらいいかなと思います。まあ僕じゃなくていいです、撤回します、本人たちのあれでもいいです。まあでもね、まあでもね、僕も頑張って踊ってるんでね、僕とも踊ってください、僕とも僕とも踊ってほしいし、本家の5人とも踊っていただければなと思います。FN? FN?
何の時間で路頭に迷った僕なりにですね、かっこよく踊るための、ポイントを付け加えて、説明させていただきましたので、ぜひこの動画を、参考にしてですね、楽しく、踊っていただければ嬉しいなと思います。この動画がいいなと思った方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。